火星表面に存在する河川上地形や大気中の水素同位体比といった観測事実から火星にはかつて大量の水があったと考えられていますしかし現在の火星は乾燥した冷たい惑星であり表面から水はほとんど失われていますそのため火星からどのように水が散逸したのかを明らかにすることで惑星の気候進化を解き明かす重要な手がかりをつかむことができます火星における水の散逸はこれまで 一定速度で散逸するような静的なプロセスが考えられてきました。大気中の水蒸気の大部分は、地面に近い仮想待機に存在します。火星の大気中には、高度 40km から 50km にハイグロポーズと呼ばれる低温の層があり、ここで水蒸気は凝縮するので、これより上に拡散していく水蒸気を立足しています。簡単に言うと、ハイグロポーズが水蒸気に蓋をする役目を果たしており、これによって、 水の散逸が一定の速度に抑えられているのです。ハイグロポーズから拡散した一部の水蒸気は上層大気に到達しそこで太陽の紫外線や家電粒子との衝突によって水素原子に分解され最終的に宇宙空間へ散逸すると考えられます。しかし近年火星の外気圏に存在する水素原子の濃度が季節によって大きく変動することが明らかになってきました。このこのとはハイグロポーズをを突き抜けて水を 上層大気まで直接輸送するような何らかのプロセスの存在を示唆しています。これを説明する仮説として有力なのが、火星で砂嵐が起こったときに、ダストが大量に巻き上げられ、そのダストが太陽の日射を吸収することで、ハイグロポーズ付近が加熱され、それによって水が凝縮せずに、上層大気まで運ばれるようになったというものです。2020年11月13日に、サイエンス誌で発表された論文で、NASA の火星探査機メイブンの観測データを用いて、 この仮説が検証されました。メイブンには中性分子とイオンの質量分析器が搭載されており、最も低いところで火星の高度150キロメートルを飛ぶことで上層大気の化学組成を直接計測することができます。2014年から2018年にかけて観測した結果、特に2018年に発生した火星全域を覆う大規模な砂嵐の時に上層大気の水蒸気が 通常の20倍も増加したことが分かりました他のより小規模な砂嵐の時にも水蒸気の増加が観測されましたまた砂嵐が発生した時にダストによる高学的厚みの増加と中層大気の温度上昇も観測されましたこれによってダストによる太陽光の吸収によってハイグロポーズが加熱され上層大気へ水蒸気が大量に輸送されたというこれまでの仮説が実際の観測によって裏付けられたのですこういった観測データをもとに 者らは光化学モデルを用いて砂嵐が発生した時の上層大気での水蒸気の分解速度や水素原子の散逸速度を計算しましたその結果砂嵐が発生したわずか45日間の間に火星の1年である687地球尾に相当する量の水蒸気が散逸したことが分かりましたこれまで水の散逸は一定の速度で起こると考えられてきましたがむしろこういった突発的なイベントの方が水を散逸させる上で 重要な役割を担っていることが分かったのは非常に重要な発見です。それでは砂嵐による水の散逸は火星の気候進化にどのような影響を及ぼしてきたのでしょうか。火星ではおよそ10年周期で全球を覆う大規模な砂嵐が発生します。最近10億年間に10年周期で砂嵐による大規模な水散逸が起こったと仮定すると、全球平均で深さ17センチメートルに及ぶ量の水が失われたと見積もられました。ただもっと昔の時代にまで 本論文の議論を外装することは難しいでしょう。太古の火星の大気構造は現在とはだいぶ異なっていたはずであり、砂嵐の規模や発生頻度なども変わってくるでしょう。また、太陽の活動度なども異なってきます。しかし、少なくとも現在の火星において突発的な事象が惑星の気候進化に大きな影響を与える可能性を示したことは本論文の重要な意義であると思います。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。